目的と手段を履き違えることの問題点目的を見つけよう手段はついてくるガンジーのこの名言は俺たちが道に迷わないための指針となってくれる世代ごとに違う目的でも手段は一つ俺の場合は26歳で始めた個人事業をきっかけに自分を磨くという 目的が明確になったその手段としてのビジネスを通し新しい人と会う機会が増えていく中で会話力のトレーニングはもちろん良い口癖を意識して自分をポジティブに保つ工夫も怠らなかった目先の動機としてはもちろん収入を増やすことも目的の一つだったがいずれにしても手段として 雇われの仕事ではなく自分のビジネスを持つことを選んだそれぞれの目的もそれを実現するための具体的な手段も世代によって異なる20代はとにかくお金がないから稼ぐことが目的30代から40代にかけては時間がない時間を作ることが目的50代以降は元気がない 健康を維持することが目的そして60代以降は友達が減る語り合える仲間を探すのが目的俺の場合はこのそれぞれの目的に対し手段は一つだったそれはパーソナルメディア自分だけの情報発信手段を持つこと和光でダイレクトマーケティングを始めた頃からセブに移住した今までを数えると実に 15年以上マーケティングに携わっているが多くの人でも実行できて可能性が高いのがブログやメルマガで情報発信するウェブマーケティングだと気づいた収入が安定すれば時間が生まれ場所を問わず世界,のどこかでも世界のどこでも仕事が続けられる発信するメッセージに共感してくれる仲間 そして若く健康でいられるための情報が集まってくるあなたが人生における現在のメインの目的を明確にしたらそれを叶えるための手段についてはニュースレターで知ることができるので参考にしてほしい目的と手段を逆にしない目的と手段は油断すると勘違いしやすいものなぜなら日本の教育では手段の選び方は 教教ええてててくくれれも目的を明確にする方法は教えてくれないからつまりどんな人生どんなライフスタイルを送りたいかという目的がはっきりしないままどの学校を選ぶかどの企業に入り高い給料を目指すかという手段が無意識のうちに主な関心事になっているということある整備士がいたとして パングラオ島に永住したいが彼の目的なら手段である自動車の整備を永遠に続けていても相当な遠回りになるということそしてそもそもこの手段は目的が不明確な人にはやってこないという事実があるだからこそ本当はどうなりたいのかと常に自分に問いかける必要がある。 俺たち、モテ仲間の目指す未来を達成するためにもう一度あなたの人生の目的を明確にしようそしてあなたがそれを叶えたらその手段を大切な人にシェアしていこう俺の大好きな映画「Pay It Forward」のように一人一人の小さな善意の活動がやがて世界を動かす大きなムーブメントになることをイメージしながら